こんにちは。さあ、いよいよオーラスです、はい、12球団 A クラス入り優勝計画ということで、はい、残すはセ・リーグ、ヤクルト、そしてパ・リーグ、日本ハムとなりましたけれども、はい、まずはじゃあセ・リーグいきましょうか。ヤクルト、うん、ピッチャーが急激に良くなるっていうことはまずないよね、うんうん、そうですね。だからそれを支えるのはヤクルトにはやっぱ打撃っていうのがあるよ、ね、はい、これはやっぱりね、バランスよく配置ができてると思う、うん、でもそのバランスを変えよう。バランスを変えるというのはやっぱりピッチャーが悪いんだったらバントなんかしてる場合じゃない、はい、常に大量点を取るしかない、ヤクルトは、うん、それでサンタナありきだよ、もちろん、まあ、今抜けてますけれども、うん、ありきですね、ここは考えて、それはありきだよね、はい、で1番丸山でも何でもいいわ、西川でもいいし、はいはい、まあ、出塁率の高い人間を置いて、はい、村上をもう2番固定だよ。それはなんでですか。いや、やっぱ一番打てるのと、はい、一番打ってほしいのと、はい、だからここでやっぱ打順を早く回したいということ、うんうんうん、で1番が出たら必ず1、3塁だとか、はい、村上が2番にいることによって外野手は下がるから、うんうんうん、で1番は丸山だと足早い、はい、そうなってくると確実に打ったら1、3塁作れる、うん、なるほど。だからそうなってきてやっぱオスナ、サンタナ、はい、もうね、打てる人間をもう前に持ってくる、はい、だから3番長岡でもいいや、うん、3番長岡選手、うん、それでサンタナ、オスナ、サンタナさん、はい、5番で6番、ね、6番中村で、はい、まあ、そういうふうに組んでいくしかないかなって。もう上がるのはそこですね。いや、だから4番で村上がね、うん、初回にも回らないかも分からない、うん、っていう打順じゃなくて、うん、もうとにかく初回から回ってくる、はい、その打順を与えるということ、うん、それでもう村上にもとにかく打つことだけを考えるということだよ、うん、だそれだとピッチャーをカバーできるような打線を持ってるから、爆発力があるから、うん、そうやったら面白いかなって思うんだよ、ね、さらにプラス2番村上選手にする、これはホームランっていう数にするとちょっとは下がるかもしれないっていうこと。いや、下がらない、それも関係なく、いや、本数的には上がるかも、だって打順が回ってくるから。はい、そうかそうか、うん、いや、だから逆に言えば1番っていうのもいいんだけど、はい、やっぱ2番に置くっていうのは、うん、やっぱ1人ぐらいランナーいてくれた方がいいという考えのもとで2番だからね。なるほど、本来は1番でももういい、1番でもいい、もうね、大谷の役割を果たす。あ、なるほど。村上だったらもう隙があったら走れるから、はい、だからその村上を俺は2番にして、うん、まあ、長岡も成長してるから、はい、長岡1番でもいい、長岡1番、はい、村上2番相手嫌ですね、うん、3番にオスナ、うん、でサンタナ、うん、で5番に中村か、あ、まあ、西川でもいいよ、うん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 、もう鉄人でもいい、鉄人も上がらなきゃいけないけどね、そう、状態が、状態がね、そうなんですよ。いや、これも無知入れても上げさせないと、はい、いや、そりゃそうだよ、優勝するには。そうですよね、彼のやっぱこう爆発力っていうのは必要だもん。確かに、うん、だからもう悠長にお前、うん、だから7番とか、うん、打たしてる場合じゃないよ、うん、必死さと焦りっていうの、お前責任あるだろって、うん、ね、いくらもらってんだっていうことだよ、うん、責任はあるんだからやってくれと、うん、いうようなことだと期待すると、やっぱり人はそれなりの動きをしてくれるよ、はい、ね、いたわりながら使おうなんて言ってたら、うん、やっぱそのいたわりに負けるよ、気持ちが、うんうん、ね、だからそうじゃなくてもう無知で、もう行くぞみたいな、もう休むとかそんなこと言ってられないってことですよね。やってみろみたいな、うん、A クラスまで引き上げてみろみたいな、うん、もうそんな感じだよ。そうですね、いや、本当にヤクルトはさらにバントとかの、そういうよりももう打ってる、いや、もうバント禁止バント禁止、いや、中日は、まあ、中日は絶対バント逆ですよね。逆はもうヤクルトはバント禁止だすごいな、5位と6位で、うん、ね、順位はそこなんですけど、いや、やっぱね、チームによって戦い方って変わらなきゃおかしいだろ。確かに、みんながみんな、ね、出たからバント、うん、そうじゃない、もうヤクルトなんかバントなんかワンアウトなんか絶対取らすなよみたいな確かにそんな感じだよ。そうですよね、いや、もう、うちのピッチャーだって苦しんでるんだって、うん、相手も苦しめろみたいな、そんな感じでいいんだよ、うん、そうですね、いや、本当に本当に、うん、いや、だから、うん、もう村上2番、はい、もう4番にこだわるなって。それは高津監督、いや、高津監督はね、そんなにこだわってないと思う。本人、いや、本人もそんなにこだわってないと思う、うんうん、ただやっぱりチームが勝つには、うん、やっぱ村上4番じゃもったいないんだよ、はい、なんならもう1番でもいいぐらいだから、うん、1番が一番打順が早く回ってくるんだよ、はい、
はい、そしたら村上行けみたいな、うん、そしたらお前7、8番にお前サンタナ・オスナが置いといて怖出ろみたいな村上回せみたいななるけどそれじゃおかしくなるから、うんうんうん、いやだから2番に置いて、うんまあ、1番に塩見が戻ってきて最強なんだけどね本当それなんですよ最強なんだけどさまあだけどそれはねあんまり期待してもしょうがないから、うんまあ、野手では村上が2番ですよねあとは本当にサンタナがいち早く帰ってくるっていうところも条件にまあサンタナあのオールスターにもね顔を出してるから、うんね、だから後半戦から間に合うと思うよ、うん、あじゃあ後半戦から金曜日からは、まあ、まあそうそうもう4番、うん、もうオースナーが3番か5番、うんうんうんね、長岡が1番打たないんだったら長岡3番でいいたださっきおっしゃってたやっぱ 1,2 番の長岡選手とその村上選手の 1,2 番っていうのはやっぱ怖いですね相手はまあ嫌だよな嫌ですねいや村上が早く回ってくるだけで、うん、やっぱ相手のピッチャー嫌だよやっぱそうですよね必ず初回に来るって、うんうんね、だって三者凡退に押されたら次の回村上から、うん、それはランナーなしだし、うん、楽だよまあそうなっちゃいますよねそうそうそう相手は何回も何回も回すように、うん、もうするしかないもうこれですね上がっていくためには1番を押すなら2番村上でもいいんだよいやいや本当だよすごいすごいで長岡、はい、サンタナで、うん、であとはもうとにかくもうしぶといやつ、うん、西川選手とか西川とか山田、まあ、山田哲人が5番だよ、うんうん、で6番中村7番西川とかさあそうなってこないとダメだよまあだからそれぐらいじゃないと A クラスには入っていけないよいやそれは絶対無理だよそうですよね今のままだとですよねああもう押すな1番2番お前村上だったら入っていやだぞお前ピッチャーもう最初から、マジかみたいなねだっていきなり長打があるバッターだからいやでそうですよそうだろ、うん、で押すなだったら走ったらそこそこ速いから一生懸命走りますからねでも村上だったら速いから速い速いだからもうそうやってもう前倒しだよ、うんだからもう初回からどんどん得点していってるんですよ、ね、いやもうそのぐらい打っていかないと間に合わないということだよピッチャーが打たれることも逆算してる、ね、想定内で、うん、そしたらいいじゃん打たれたら、うん、いいんだよと打たれてもって、うん、打ち返してやるからみたいなそうですよ、ね、そのぐらいの気持ちにチームが機運が上がってこないと最下位から脱出できないヤクルトが優勝して勝ってた時ってそれでしたもんねいやそう、うん、そしたらこれがハマってきたら、うん、A クラスこうトントン拍子に行く可能性があるあでさらに上位っていう風にいける可能性もある、うん、わあそうなのかやっぱそのセ・リーグの中でもヤクルトの打線っていうのは武器があるそうです、ね、いや武器っていうか、はい、やっぱ破壊力があるから、うん、だからその今6位に甘んじてるけどね、はい、6位が持ってるチームのそのバッティングじゃないですよねいや本当に、うん、いや優勝できるぐらいのバッティングの能力が高い人がたくさんいるからそうだからこの順位は打撃的に言ったらおかしいんですよ、ね、いやだから強みがあるじゃん、まあ、仮に中日の強みって言ったら、うん、やっぱこう方程式じゃん、うん、勝ちの、はい、あとはなんかやってみなきゃわからないぞみたいなことじゃん、うん、だからコツコツ野球なの、うんうんうんね、そこにつなげるために、うん、でもヤクルトはつないだって、うんどうなるか分からないんだから、うん、もう取るだけ取れみたいな感じででもね大量得点ですよ、ね、いやだからもうそうやって居直ってやった方がいいってだから逆にその5位の中日6位のヤクルトが行くためには中日はコツコツのつなぐ1点野球してればもちろん A クラスに十分にいけるしいけるヤクルトはとにかく打てと打ちまくればいけるってことですよねだから中日とヤクルトの試合なんか面白いのが大事どうなるのここすごい楽しみですね楽しみだよコツコツやるのとパコ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 やるのとどっち勝つんだそれゲッツーなんかヤクルトなんか何本打ってもいいからいけみたいな感じだよそうですよね、うん、で中日はもうコツコツ、ね、絶対バント決めろよそうそんな感じだよ戦い方面白いなでもこれ DeNA の打線もいいじゃないですかこれ DeNA の打線の良さとヤクルトの打線の破壊力っていうこれは似てるんですかそれとも似てるようで違うんですかいや似てるっちゃ似てるへえ、そうなんだ似てるっちゃ似てるけど今いるメンバーでいけば、うんバランスよく配置ができるのは DeNA だな、うんうん、でもバランスを崩してでも打てる人間を先に持っていった方がいいっていうのはヤクルト、うん、これはなぜかというとやっぱ梶原が効いてる一番それは塩見がいたら塩見一番使うでしょそうかやっぱそんなもんだよ塩見がいないからそうなるんだバランスが崩れてる崩れてるもうそこから崩れてるんだからなるほどいやだからもう前倒しでいけ
ていうことなんですね。なるほど、そういうことか。なんかちょっとそれ面白い。だからもう細かいことなんか考えなくていいんだよ、ヤクルトはね。もうとにかく打てってで打ちまくれってでその代わりもう打者に集中するようになったら走りまくれって。あ、でもそれができます。隙があったら行けみたいな。できますもんね、できるん、走るのもできるの、うん、でオスナだって走ろうと思ったら走れる。そうですよね、ドスドス走りますもんね、一生懸命。いやだからまあそれをやってくれるとヤクルトは面白いなと思うよ。いや後半本当にこの中日ヤクルト、やっぱね意識が変わるって選手の。あ、いいか、後半は打つしかないって、うんうん、でもうピッチャーが抑えるとか抑え、うん、抑え不在とか、うん、全く関係ないと、うちのチームは、うん、まあ、そのうち誰かを抑えるようになる、はい、とにかく点を取りまくれと、うん、頼むって、うん、言ったら彼らはね面白がってやると思う。ヤクルトのチームカラーっぽいですね、その。いやそうそうそう、うん、いやだから、まあ、それしか俺はないかなと思う。そっか、でも逆にそれをやれば上がれるってことですもんね。中日はコツコツだぞ。本当に対照的だけど、この2チームが一緒になったのは面白いし、そうそう、もちろんこの2チームが後半 A クラスに上がってくるとなったらますますセリーが面白くなるんですよ。面白い、野球の違いが、うん、明確だからですよね。ということはもちろん上位のチームも B クラスに行く可能性だってあるわけですし、めちゃめちゃセリーグは後半面白くなる。でも言えば、うん、中日だってもうコツコツやりたくないんだったら、うん、もうね打てる人間からいけみたいな。あ、だからカリステとかからですよね。もう細川2番目だから。あ、カリステ1番目、うん、で板山選手とか福永選手とか。そうなん、もう4番とか関係ない、誰が打とうもう打ちまくれに。いや、もう打ちまくれ、もうとにかく打てる人間が上位を示す、うんうんうん、まあ、そういう風になると面白いけどな、まあ、そうですね、うん、あの野球を好きなファンとしては面白いんですよ。ちょっと行ったなみたいな。そう、ね、かけに出てるよっていう、かけに出てる、うん、だからもう30キロ地点から、うん、もうラストスパートのように飛び出したみたいな、うん、いつまでも積んだみたいな。そう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 、まあ、それが面白いね。そうですよね、だからそれを考えるとやっぱり今年のセリーグっていうのは何があるか分からないから、まあ、まあ、何があるかっていうかそうなってほしいね。そうですね、そのためには何を各チームがやるかってことですもんね、はい、さあ最後はパリーグ日本ハムです、はい、まあ、貯金をね多く作って前半戦終わりましたけれども、こっからA クラス死守していくにはどうしたらいいですか。俺野手は全く心配ないんだよ。あ、へー、清宮も覚醒してきた、うん、万波もいる、うん、水谷がいる、うん、あと水野がいつ復帰できるかだよな。そこが見通しが立ってないね、まあ、だけど上川又がしっかりやりだした、うん、ね、石井が良くなった。石井、そうです、そうです。だからね野手はいいんだよ、うん、だからね優勝の条件とすれば、うん、田中正義なんだ。ここポイントなんですね。 あそこがしっかりそのポジションを守りきれたら、うん、A クラスは硬いと思う。おー、これ田中正義投手が例えば崩した時にそこに取って代わる投手がいないんだよ、ね、杉浦にしたって球は強いんだけどさ、うん、どうしても打たれる、はい、で川野までおかしくない、はい、でも後ろにピタッとはまることによって仕事が明確なんだよね、うん、俺は8回、うん、俺は7回みたいな、俺はワンポイント、はい、だからそういうことが明確になってくるんで、やっぱ田中正義が投手陣の中ではしっかりすること、うん、ここが守りきれたら投手陣は俺はある程度働けると。じゃあここ一番後ろがポイントになってきそうなんですね。いや俺はそう、うん、だって田中正義が前半戦ちょっと崩れた時に後ろガタガタになったから、うん、それで貯金を失うことになった。でも戻して頑張り出してからまた落ち着き出した、連勝しましたよね。そうそうそう、だからやっぱ田中正義の後ろっていうのは、まあ、今年に限っては鉄板だなっていうふうに思って、ね、そうですよね。あとは先発、その出だしの時は、まあ、各先発陣が非常にいい成績だったんですけれども、前半の後半になるにつれて山崎福也投手とかっていうあたりがちょっと不安になってきたのもありましたけど、まあまあでも加藤がこれからちょっと勝ち出すかなっていうような気がしてるし、うんうん、だからまあ伊藤博美も、まあ、悪いなりにゲームを作れるようなピッチャーにもなってるしね、はい、だからそんなには俺心配してないんだ。金村もおるし、俺は中継ぎなんだよね心配してるの。中継ぎか、あとは、うん、あとは野手はそんなにはないな心配は。あ、そうか、
逆にこの選手が加わるともっと得点力だったりとか状態上がっていくよみたいなキーになる選手っていますか。いや松郷が本来の調子を取り戻してくれれば、うんそうですね、チャンスも広げられるし、うんまあ、いろんなことができだすよね、はいまあ、だけどいろんなことをしなくてもいいぐらい長打力がありますよね、まあ、水谷もあんまり、はい、マルティネス、レース、はい、もうこんなん並ばれたらさ、うん、もう重量出すんだもんな本当バカ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 打たれますもんね。そうしたら、もう本当にだからまあそれが額面通りにいけばね、うんうん、まあいいんだけど、ただやっぱ下位打線もタミヤが入ったりだとか、はい、石井が入ったりだとか、うん、まあそうなってくると非常に勝負強さとか、うん、いろんなことがそこではできるからね。うん、例えばタミヤの足を絡ましたりだとか、はい、あとはダイソー2枚持ってる磯畑、中島、はいまあ、ここら辺もポンと差し込んでくるとさ、うん、1点を取る野球もできるし。はいだからあとはやっぱこうチーム力があるな、うん、チーム力というかチームの輪があるというか、あ、まあ、日本ハムありますね、うん、いやだからその力っていうのは UKM 系の実力というか力を発揮するというか、うんまあ、そんな感じがするから、うん、だからすごく面白いと思う、うん、あとはここぞという時の新庄監督の言葉、まあ、そうだね、うん、っていうのもここのチーム大きいのかなって思いました、まあ、大きいな、うん、だから計算通りに運んでるというか、うん、後半は清宮見といてみ打つからあもう確定していきますかどうぞ打つから、うん、だからもうポイントを握ってくるのは清宮かも分かんない野手の中ではだからもう水谷とか前半戦こう目立って、はい、で万ちゃんが調子を上げてきた、うん、レースが打ち出した、うん、でも後半戦実は清宮がポイント握ってたねって多分なってくると思う。そのぐらい俺は覚醒してると思う。何か一つ掴んだんですか。いや掴んでる掴んでる、うん、縦振りをああ縦振りを掴んでる掴みましたか。掴んでそれやっぱバッティング見てても分かる。そうなんだやっと、まあ、それとその教えを聞いてる人とはちょっと話をしてね、うん、あそうなんですね、うんうん、ちょっとその打ち方違うんじゃないかっていうアドバイスをして、うん、そしたら打ち出した。じゃあなんか掴んだんだやっぱり。いややっぱ掴んでる。あのね全力で振らなくなったよ。あ、へえ。余力を残しながらも。余力を残しながらこう軽くファンとミートっていうか、うん、トライにいってるよ、ね、ボールを、うん、だからこれは確率が上がってくると思う、はい、そしたら高校時代何本打ってますか、うん、確かに甲子園で ね、 そ、 うですねその片鱗が出てくるから今年の後半に出てくる。ようやくですね、まあ、ようやくだけどな、うんまあ、だけどやっぱペースとしたらプロに入った時のペースよりは上回ってくると。あのホームランの、あのハイキャリアというかキャリアハイ行くんじゃないかと。そうそうそう、まあそうだな、今からキャリアハイに行くかどうかは分からないけど、うん、ペースとすればちょっと速くなってくると思う、うん、ホームランの出るペースが、はい、まあ、エスコンだしね、うん、狭くなってるし、うん、ということは日本ハムは野手は、まあ、気になるのが清宮選手であり、はい、さらにピッチャーでいうと田中正義投手が気になる、ね、まあ、この2人がポイントになると思う。ただまあ野手の方はそんなに心配してない、うん、はい、まあ、清宮がみんなが思ってる以上の実力が発揮できるんじゃないかっていう、うん、これは期待、はい、でも田中正義は守らなきゃいけない、そこをお前が絶対守らないと、うん、バランスが崩れるよと責任だよ。なんかチーム全体の行方になってる感じですね。そう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 、これはしょうがない。もう去年からやり始めて、うん、代わりを作ってないから。そうですね、うん、だからその急にできる人はおそらく伊藤博文ぐらいしかいない。そうか、だからそれを考えたらチェンジするか途中配置転換もありうる、ありうるかも。それはやっぱり A クラス、これはチームのために伊藤を説得するかも。新庄監督がもし田中正義ができなかったらね。そうか、だから、だからそのぐらいやっぱり田中正義のポジションっていうのは、うん、今置かれてる立場っていうのはすごくチームにとって責任が重いポジションなんだよ、うん、だからそこを死守できたら、はい、A クラスは死守する。うわ、これも日本ハムファンの方にとってみれば3年越しの夢ですからね。そういうのは、だから田中正義はこの動画を見ない方がいい、うん、じゃあプレッシャーになっちゃうからそう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 だ最初に書いておかないと田中正義投手は見ないで、そんな見ないでくださいって、ね、いい意味でね、もう今川が伝えるかも、いやーそうだもん、ね、見ないでって言ってたよって。今川どうしてんだ。そうですよ、 A クラスとかね、うん、そういう時には輪の中にいるよちゃんと。本当そうですよね、いてほしいですよね、うん、そうならないと12球団現役ドラフトにかかっちゃうぞお前。
そうですよね。なんかロールスターで出たりして。いや本当だよ。本当だよ。なあ。本当ですよね。中日で出てるから。そう。だから活躍してますねみたいに。うん、まあそれもね新天地で出てることももちろんね。ずっと追っかけるからねあいつのことは。今川選手のこと大好きですもんね。大好きだ。さあ12チームの全部の優勝そして A クラス入りの計画終わりましたけれどもさあね後半戦がもう始まっているので、はいはい各チーム推しのチームがどうなっていくのか最後まで見届けていきましょう。はい